しかし、相変わらずとんだじゃじゃ馬っぷりだな。暴力団の抗争に単身で乗り込むなんて、正気の沙汰じゃないぞ。本当は偵察のつもりだったんだけど、成り行きでついね。まあ、お目当ての星はあげたわけだし、結果往来でいいじゃない。まったく。伊吹くんが嘆いていたよ。度胸とセンスがあるのは大いに結構だが、あの突撃思考は何とかなりませんかってな。組対の刑事らしいといえばそれまでかもしれんが、こうも後先考えない行動を続けていたら、命がいくらあっても足りないぞ。伊吹課長は心配性なんだってば。虎穴にいらずんば虎子を得ずってことわざもあるでしょうに。しかしだな。それに、マフィアの現場に乗り込むとき、何度も切り込み隊長役を進んで務めていた方に言われたくありませんわね、赤坂警視正殿。ゆういちくんも大変だな。こんなじゃじゃ馬のどこに惚れたのか、一度ゆっくり話したいくらいだ。彼が結婚の挨拶に来た時、むんのすっごい鬼の形相でいい度胸だなと凄んでいたのはどこのどちら様でしたっけ。あの人未だに夢にまで見るらしいんだけど。あれはだな、娘を持つ父親なら誰でも一度はやってみせる当然のことだ。お前も人の親になればその気持ちがわかる。はいはい、さようでございますか。本当にお前はお母さんそっくりになってきたな。今のお前を見たら草葉の陰から泣き出すぞ。はあ？何言ってるのよお父さん。いくら冗談でも勝手にお母さんを殺さないでよね。後で言いつけてやるから。おいおい、みゆき。お前、何を言っているんだ？ああ、そうだ、思い出した。出かける間際に、お母さんからお父さんに渡してって、薬預かってたんだ。はい、これ。おう。もう、ダメだよ、お父さん。最近薬切らしても、取りに行くのが面倒くさいって、なかなか病院に行かないんだって？忙しいのはわかるけど、お母さん本気で心配してたよ。うん？どうしたの？お父さん。ああ、いや。
したの、お父さん。え？何？お母さんと何かあったの？いや、何でもない。まあ、何でもないんだ。すまんすまん。実はちょっと花粉症でな。薬を飲んできたんだが、ここは結構きついようだ。なんだ、びっくりさせないでよ。もうてっきり大喧嘩でもしたんじゃないかって心配したじゃない。それはともかく、そろそろ案内をしてくれる連中が到着する頃だな。待ち合わせ場所は旧日の見沢入り口のバス停前だったな。ああ、それなら私さっきそこを通ってきたから、これから私は古出神社に一度戻るけど、その前に案内するよ。お父さんの車どれ？ん？ああ、あの手前から2番目の黒いやつだが。てみゆき、お前の車は？いや、それがさ、さっき探してようやく見つけたんだけど、積みにはともかくタイヤやらハンドルやらもうあっちこちが派手にぶっ壊されちゃってて、レッカーで持って帰っても修理代考えると置き捨てていった方が良さそうなんだよね。あの車って確か先月買ったばかりの新車だろ。もうお釈迦にしたのか。ねえお父さん、その先組に損害賠償って請求できるかな？知るか。